ホークスの先発は小倉でした。立ち上がりです。2アウト3塁というピンチを迎えましたが、村田をライトファールフライ、田村もよく取りました。ピンチをしのぎます。ベイスターズの先発大岡、初回です。2アウト満塁からペタジーニがセンター前2点タイムリー、ホークスが2対0先制します。なおも1塁2塁で長谷川レフト前タイムリー、ホークスに3点目が入ります。さあ2回の小倉のピッチングです。スレッチ空振り三振、井出も空振り三振、非常に追い込んでからの変化球が素晴らしかった今日の小倉。3回2アウト2塁から内川はライトフライ、0点に抑えます。しかし4回の表でした。この回先頭の村田ライトスタンドへ15号ソロホームラン、ベイスターズが1点を返します。まあ、この村田のホームランも素晴らしい1本でしたね。まあ、これはねこの広いヤフードームの中でね逆方向に打ったホームランというのは素晴らしいです。はい、しかし気持ちを切り替えて小倉、スレッチ、井出、カスティーヨ3者連続三振に切って取りました。6回の表、この回先頭の内川ライト前ヒットで出塁、そしてスレッチはセンターオーバーのツーベースヒット。ここでホークスは2番手加藤にスイッチします。井出を空振り三振に取った後ツーアウト2塁3塁からカスティーヨセンターオーバーの2点タイムリーツーベースで同点に追いつきます。さあ2回以降ホークス打線をゼロに抑えていた大川、6回の裏先頭のペタジーに右中間へのヒット、一気に二塁を狙いますがタッチアウト。ツーアウトから明石がセンター前ヒット、山崎ライト前ヒットでツーアウト一塁三塁のチャンスを作ります。しかし川崎はファーストゴロ、得点なりません。7回の裏ツーアウト一塁三塁というチャンスを作ったホークス、マウンド上にはベイスターズの2番手吉田、バッターボックスにはペタジーニ、しかしペタジーニはファーストゴロ、得点なりませんでした。9回裏のホークスワンアウト一塁二塁とサヨナラのチャンス、しかし松中はサードゴロ、ツーアウト三塁一塁となってバッターボックスには田村、しかしここはレフトフライ、サヨナラなりません。試合を決めたのはペタジーニでした。10回の裏バックスクリーン右へ第1号のサヨナラホームラン、このペタジーニの劇的なサヨナラホームランで4対3ホークスがサヨナラ勝ちを収めています。